働きやすい会社から働きやすい社会へ、社労士大槻智之の働く現場のお悩み相談室。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。ということで本日の議題こちら、副業で社労士はできると思いますかっていうネタになっております。うん、でこの、ね、チャンネルを見てくださってる方、おそらく社労士になりたい方いっぱいいると思うんですけど、まあ、実際にこう、ね、社労士さんになるとき副業をしたいっていう方からのなんかメッセージが届いてるんでちょっと読ませていただきますね。あ、まだ受かってない。そうなんです。社労士試験の結果待ちのものです。大槻先生に質問があります。今勤めている会社があるのですが、もし試験に合格した場合、まずは副業で社労士のキャリアを積んでいきたいと思っています。果たしてそれは可能なのでしょうか。よろしくお願いします、とのことです。そうか、それは会社に聞いてくれとしか言わないあ、そうそう、この会社が副業可能なのかっていうことですそうそう、いいよって言ってくれるかどうか俺に聞かれてもないいよとも言えないしな、これでも社労士さんの業務内容的にその副業ができるですかね。いや別に、うん、そういう人もいるよ。あ、いるんですね、うん、割と、なんだろうな、コロナになってある程度そういうのを認められるような会社にいる人が、副業で開業をしながら勤めながら、だからわりかしリスク少なめで開業のスタート切ってる人っていうのは、まあなくはないかなと思う。この人の言ってるそのちょっとずつ副業でキャリアを積むっていうのは大槻先生的にはいいんじゃないと思いますか。それとも一攫千金もうやるで全部全額しろって思いますか。全掛けって何かなんかお前の人生ベットしろみたいないや別にそれぞれの、 ステージがあるから、はい、ね、許されるんだったら副業しつつでいいんじゃない。なるほど、副業がやっぱちょっと、うん、でいやよくあるよ、副業をしながら勤めながら副業をしてて、で本格的に開業するときにそのじゃあうちやってくれよみたいな。結構じゃあ社労士さんの中でもいるっちゃいるんですか。いるいるいる、本当にいる。うん、なんで嘘つくんだ。え、大槻先生のこの事務所にもいらっしゃるんですか。いないね。あ、それはいない。だって社労士やりながら副業で開業ですよ、ちょっとおかしい。あの副業でこっち来てる。あ、いないいない。だって副業じゃない、副業というか大体そこはもう開業するとか前提だから。なんか よそで社労士事務所に勤めながら普通の会社に勤めるっていうパターンはないから、うちは来てもいけない。なるほどなるほど、うん、そういうパターンは、うん、じゃあ副業で社労士はできるとは思う、まあ、できるっていう感じですね、うん、あとフリーランスの業務委託とかもあれなんですか、副業に含まれます。フリーランスだからフリーなんじゃないか。確かに、ちょっとあれは副業でもなんでもないフリーはフリーだからね。ちょっと私は角度にずりましたね、これは。何をやってるの。一緒ってこと。やっぱ勤めながら多分そういうことかもしれない。1週間のうち3日間は雇われてるけど、はい、2日間はフリーです、はい、そういうこと。そういうもできますかね。うん、やっぱ別に会社が OK ならいいんじゃない。週産契約みたいな感じですか。うん、まあどういう風にするか分かんないけど。ちなみに一番ちょっと難しいなと思うのが、うん、じゃあ副業したいぞと思った時に、うん、まあどういうところに行ってどうやって副業先を探すんだろうっていうのは気になるんですけどなんかよく先生のもとに弟子入りするみたいなのあるじゃないですか。ああ、え、違います。何やりたいかによるんだバイトしたいってことかな、俺は。でも そうじゃないよね、この、うん、でも将来独立したいのかな、わからないです。何目的なのかがちゃんとしないとどこ行くかが決まらないし、うんうんうん、どういう目的の方が多かったりするんですかね。なんだろうね、なんかそんなに、なんか国が言ってるようになんか新しいなんか見識を得るためにとかさ、うんうん、そんな感じのはあんまりしないけどね、うん、教える方も何でも教えんねんみたいなだどっちかっていうと、もともと持ってるスキルとかノウハウを自社以外で生かすためにやってる方が多いんじゃないかな。うん、もっとどんどん生かしていきたいっていう。
そうそうそう、だからそっちの元の会社がいいよって言ったら、うん、それをやればいいんですよ。副業をしてる方とかのからこう相談とかって受けたりします？あんまりその社会保険労務士には関わらないことが多いんじゃないかどっちかというとその会社から副業したいって言ってるんですけどとかそういうのは多いけど。会社から副業したいって言うと、いやだから会社の社長とか人事の人が社員が副業したいって言ってるんだけど、はいはい、どうですかねみたいな相談は受けるけど、副業する人が来ることはないかな。ちなみにその会社目線で、うん、なんかこう副業を許すことのこうメリットデメリットみたいなところって何かあったりするんですか？いや要するにメリットはまあそんなに渡せる仕事もなくなったとか、うん、そういうことじゃないかな。その会社がその人に対してそう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 、業務内容がちょっと減ったみたいな。うん、じゃあ人件費としてのコストは減るわけですよ、うんうんうん、その方が足りない分はまあ言い方はあれですけど自分で稼いできてるみたいな感じなんですね、うんうんうん、あわよくばこのまま社員部分も抜けて完全業務委託になってくれればいいなぐらい思ってるんじゃない、うんうん、結構その会社がぐらついてるかもしれないですね。前でそういう風に考える社長が増えてるような気はするけど、雇用よりもやっぱね、なんかいろいろ最近ありすぎて、はい、雇用よりも業務委託のがいいやって思う社長が増えてるから。ああ、そうだけ、うん、それはなんでなんですか？いやだからそのトラブルだと。ああ、いつでも、まあ、言い方悪いですけどいつでも切れるって言ったらあれですか？まあ、切れるというかそういうことすら考えなくてするとか。ああ、じゃあもう社員にこれはどうしたらいいんだっていうのがちょっとなくなるね、うん、あの人そういう人間関係で疲れてる社長多いな。あそうなんですね。おいおい、どういうのが多いんですか？いやもういちいち気を使わなきゃいけないとか、周りの人に気を使ったりとか、そういうのが嫌なんじゃないかな、なんかもうやめますって言って、いやちょっと待ってくれよみたいな言わなきゃいけないの、はい、実は嫌だって言ってたりするし、あちょっと待ってくれよっていうのもなお面倒くさいんじゃない。そうそうそう、あとどうやらモチベーション上げなきゃとかさ、いろいろ考えるでしょ。そういう時は先生なんて声を受けるんですか？どういう時？じゃあもうその私が社長さんで、うん、いやもう最近人間関係に疲れてるんだよどう思います？大月先生みんなそうだよって言われてでもこれこそ大月先生のお人柄がねこう出ててすごい私は大好きですよ。だってさ、あの人間関係良くしようと思ってるの結局自分のためじゃん。まあ確かに。だって会社をなんかさでかくしたろうとかそういうの持ってるから人間関係をしようと思ってるんだよ。確かにみんな同じこと考えますよね。それが面倒くさいなと思ったら、うん、どっちか辞めるしかないし、うんうんまあ、そういうのがなくてもいけるようにしますかとか、だから好みによるんで、うんうんうん、なるほど。なんかいろんな教えがあるじゃん、うんうん、そういうやっぱり事業は人なりで、うんうん、そう人を大事にした経営をしていきなさいっていうかと、あの経営者も社員とは関わるなみたいな、うん、完全に仕組みでいくんだみたいな、うんうんうん、そういうのもあるし、まあ、どっちが正解かというよりはどっちが好みかだから、うんうんうん、それに合わせていけばいいんじゃないかなっていう、いけばいいんじゃないかな、うん、ちなみにそのさっき副業のメリットみたいなの聞いたんですけど、うん、逆にデメリット的なのって会社が分かられるんですか？だから不安定ってことでしょ。あ不安定、会社側が、あ会社側としてはなんか情報漏洩とか、情報漏洩もデメリットというよりは多分抑えると思うから、うんうんまあ、情報漏洩なんてね、あのうちが副業してなくても言うやつはいるから確かにですね確かにそれは言えてますね。案外さ居酒屋とかで飲んでるさ、どっかのさあのちゃんたちがベラ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 しゃべってるの、こいついいのかなと思うぐらいやってるんじゃない、うん、だからわざわざね副業だから乗れるとかね、うん、っていう感じではない、うんまあ、ただあの副業先はちゃんと抑えた方がいい。どんなところかっていうと、そうそうそう、なんか同業他社とかでさ副業されたさ引き抜きされちゃいますね。そう完全にやばいでしょ、うんうん、そういうのはちゃんと見ていかなきゃいけないかなと思うぐらい。なんだっけ、あ私大月先生がもしもこの人の立場になって、うん、こうじゃあ、まあ会社員で、うんまあ、社労士のなんかキャリアアップしたいなと思ったら、うんうん、どうやって副業先を探しますか？副業先というか開業したいんじゃないの？あ多分そういうことだ、まあ、でもその前に多分何でしょう、インターンじゃないですけど、ちょっと誰かの入れてくれるとかあんのかな、わかんねえな、まあ、どっか知り合い頼むのがいいんじゃないの？じゃ
自分の知ってる方に、そうそうそう、知り合いに聞いてちょっとバイトさせてくれませんかがいいんじゃないかな、うんうんうん、でもしもその知り合いもいない場合どうしたらいいんですか。なんかこう探す方法とかあるんですか。それこそ大月先生のこの事務所とかに電話して大月先生出してくださいとかちょっと難しいじゃないですか。もう秒で断りますバイバイっていや社労士会ってのがあって、ああ社労士会ってのがあって、そう合格すると、はい、そこにはでもそっか社労士にならなきゃならない、今の経験がないから社労士になれないんだ。だからこの場合はまず事務指定講習っていうのがあって、はい、本当はあの2年間の実務経験がないと社労士って登録できないの。あ、そうなんです。正式に社労士って名乗れない、はい、そう受かっただけじゃない、それ社労士って言わないの、うんうん、よく勘違いしてそういうことを言う人がいるんだけど、うんうん、受かった後に、はい、まあ受かる前からでもいいんだけど2年間の経験があればそれを持って登録できるし、それがない場合は事務指定講習っていうのがあるから、はい、それを受けなきゃいけない。何ですか事務指定講習。いやその2年間の実務の代わりってこと。ああ、それはどのように受けるの。いやどっか申し込みでやれるんじゃないかな。なんかホームページも調べてる、はい、やれるよ、うんうん、それ実際にこう業務するみたいな感じなんですか。そう、俺は受けたことないか分かんないけど多分そう、うんうん、なるほど。それを受けて、はい、まあ行ってみればそのお試しでやってみる、うんうん、なるほど。そこでちょっとお試し期間みたいなこう模擬テストじゃないですけど、そうそうそう模擬講習みたいなのがあるんですね。 そう、うん、それをやって、はい、社会保険労務士に登録をすると、はい、その自分の、まあ、どこで登録するかによるんだけど、その場合だと多分あの自宅になると思うから、その自宅の所在地にある社会保険労務士会とか、はい、支部とかそういうところがあるから、うん、そういうところに行ってとか、うん、バイトさせてくれませんかねみたいな。ああ、そういう会に行ってお願いしますそう、あのただ働きのような使われ方をする可能性あるから、うんうんなるほど、まあ、そういうのがいいんじゃない、うんうんうん、多分それをねめちゃめちゃ私は聞きたかったです、うん、まあそれやったぐらいじゃね、はい、副業でね副業成り立たないと思う。あ、そうなんですね。まあ確かに修行みたいな感じになりますね。そうだから開業したいんでしょきっと。多分そうですね、うん、でもさっさと開業した方がいいですね、うん、開業しちゃった方がいいと思うけど、うん、それだったら、うんうん、手続きのやり方なんかさ、はい、できるんだよ、大体。怒られてる、そんなというと。なんか、聞きながら、見ながらやれば作れるわけよ、別で。今、結構、こう、なんか、私だったら、そのキャリアを積むために、そういうとこ行っちゃうんですけど、でも、大月先生の、その、なんか、やればできるみたいなお話を聞いたら、勇気が出ると思う。うん、あれ、誤解してると思うんだけど、例えば、寿司職人になりたくて、はい、この握りのこの感覚をとかっていうと、はい、何年もやるっていうのができる、うん、そういう要素ないから。なるほどなるほど。その自分社労事務所でバイトさせてくれって言ってやらせてもらう内容に、はい、そういう要素は全くない。ああ、なるほど。そうだから そういう要素があるのってどっちかっていうとそのコンサルティング業務の方で、うん、それをねバイトしねやらすとは思えないから。なるほど、うん、前もおっしゃってましたもんね、経験値というかたくさんやってこなしていった方がいいってお話をしてました、ね、だからそういうバイトにはやらせないんで、だそういうのが少しでも何か得られるとこだったらそういうふうにお願いして入ってもいいし、なるほど、まあ、ないんだったら独立してで常に相談できるような人を作っておくっていう、まとめとすると、はい、まあ、副業で社労士できると思いますかっていうのは、はい、まあ、できるのはできます、はい、ただもちろん会社の許可を得て副業でやりたいんだけどね、うん、で副業って言っていきなり開業をするのか社労事務所に勤めるのかっていう多分、まあ、この二択になってくると思うんだけど、まあ、社労士事務所でずっとまずはその入れてくれるところがあるかどうかっていうのが一個と、あってもこの手続きのやり方を教わるとか、うん、そういうものは別に長々そういうの修行も何もいらないから、だから本当の現場を確かめたいとかっていうんだったらそういう条件で、まあ、1ヶ月ぐらいちょっと手伝わせてくださいよって言えばいいんだけど、それ以外のものだと、まあ、そんなになんか得られるものって、ね、正直ないんで、どちらかというとあの手続きよりはそのコンサルティングに触れさせてもらうとかその勉強になるような環境にあるんだったら入れてもらうといいかなと思います。ないんだったらまあ開業等
登録をして、うん、割とその社労士会っていうのがあるからそういうのにたくさん参加をして、まあ、実際の話を、まあ、会えば結構教えてくれるので、うん、そういうのを聞きながら、まあ、ちょっとあのいろんな知識を得つつ相談相手になってくれる人を探しておくっていうのが、うん、まあ、いいかなと思いますけど、うん、ありがとうございます。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、そしてコメントよろしくお願いします。大月先生の SNS もあの概要欄に貼ってますので皆さんぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。